ではまずちょっと改めまして、うん、霧島くんはどんなキャラクターなのですか。そうですね、霧島、まあまず、まあ個性としてはですね、うん、あの、硬化する。ね、地味だけど強いんだよね。そうなんです。本人も自分の能力は、まあ、地味だと思ってはいるんですけども、うん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 、まあ、もともとのその、まあ、センスだったり、うんうん、力だったりっていうのを持ってるので、あの、バランスとしてはすごくちょうどいい、個性を持ってるっていうふうにあるんですけど、まあ、今、アニメの中ではまだまだね、個性を見せてどういうふうに活躍してるっていうのはまだないですけども、うんうん、今後いろんなところで、こう、アベレージ以上の、そう。そう、うん、尖った、こう、能力ではないので、うんうんうん、ね。まあ、爆豪とか、とどろきとかに比べれば。派手だから、っていう。いやー、あれはもう、中二病を体現したような、ね。もう、とどろきくんはもう完全に。最高。最高。あんなんも、子供の頃によって、普段の大冒険じゃないですか。あ、もうみんな言うやつ、ね。いや、絶対そうでしょ。フィンガークレアボム。そうですよ。一番好きだった、キャラクター。わかる。半分に分かれててね。ドゥヤーって、ドゥヤーってなって。怖がー、あー大の話になっちゃった。そう。あーもうあの能力、あの当時からもう、うわ、超かっこいいって。そう、もう少年が憧れる、やっぱ、能力っすよね。そうでしょう。だってヒットをさ、氷、相対するもの二つ持ってるって、ずっけーよ。ずっけーよ、あんな。正しい使い方、ね。本人はそれに対してずっけーとは思わずに、はい、まあまあそういう能力もあるけど、自分にできるものなんだろうって、ちゃんと前向きにね、捉えることができるキャラクター。